理系フォーケー。どうもちゃー、篠原です。今回ですね、この動画をクリックして見てる人はかなり優秀な理系に限定されると思うんだけど、早稲田と慶応の滑り止め、どっち受けるかっていう話、あるいはまだ早稲田慶応どっちか悩んでるんだけど、どっちにしようかという人に向けて話したいと思います。試験傾向どう違うのかっていうことですね。で、もうね、かなりレベル高い人が見てる前提で言うと、もうかなりレベル高い話しますんで、まあ、そのつもりでいてください。非常に俺もカロリーの、消費する動画だし、みんなも消費すると思うんだけどね。まずですね、試験時間は共に同じです。で、ほぼまあ同じと。英語が90分、数学120分、理科120分です。で、もうね、ほとんど傾向として近いような感じなんだけれども、大きく違うものが、まず英語ですね。英語の方は早稲田の方が読めと要求する量が多いです。まあ概算ですけど、大体ほぼ倍と言っていいかなと思います。ただし慶応の方はその、まあ、会話文とか文法もあるし、早稲田の方のこれ文法から語数抜いたんで、ちょっとね、まあ、一概には言えないんだけど、早稲田の方が速読力を要求されるというイメージがあります。で、早稲田も慶応も文法問題を出してきますが、慶応は会話文ですね、会話文も出してくるというところで、ちょっと会話文対策しとかないときついかなというような感じもあります。まあ、ただし、まあ、会話文っていう定位の長文とみなしてももういいかなっていうぐらいなので、まあまあそういうようなところですね。まあ私立の理系なので、両方ともテーマとしては理系分野に寄った話が多いかなというところです。で、早稲田の方はね、もう意地でもマークですね。もう意地でも書かそうとしてくれないんですが、慶応の方は結構書けと、記述してくださいねみたいなことも言ってきますという違いがあります。で、数学なんですが、数学の方は、まあ両方とも同じ時間で5問ずつですね。で、小問がありますので、誘導に乗って答えてくださいというところになります。で、早稲田の方は証明問題をはじめとした記述を聞いてきます。慶応の方は答えのみが多いです。証明とかもたまに出てるんですけど、まあ答えのみでいいですよというところが多いというところになります。なので、計算結果途中のね、とかを書くのが得意だったら早稲田の方が向いてるのかなと、証明が得意だったら早稲田の方が向いてるかなと思います。とりあえず計算でね、数字だけ出すのが得意だよって言ったら慶応が向いてるかなというところですね。はい。で、理科の方は、早稲田の方は学部によって生物使えないんだけれども、問題として生物を用意してくれています。慶応の理工は物理と化学のみで、ですね、両方とも答えのみを要求する出題です。途中はもう無視というところになります。まあこれ多いっていうだけで、たまになんか図表を表せみたいなのが、グラフをね、書けみたいなのが、まあ、出たり出なかったりというところみたいなんだけど、まあ基本的にね、受験生の数がバカみたいに多いので、それをこうバシバシファバクっていう意味で、答えのみにして、採点を早くしていくという中でも、やっぱりそれでもなお記述を書かせるということは、まあそれなりの能力を期待してるんですよね。だからやっぱりね、数学に関して自信があるよっていう人は早稲田を受けた方がいいのかなと思いますし、英語自信あるよっていう人は慶応の方が向いてるんじゃないかなと思います。合格者最低点を見た感じで言うと、慶応はまあ大体 55% ぐらいかな。で、早稲田の方もまあ 55% ぐらいですかね。そんなに大きくは変わらないと思うんだけれども、まあ傾向がちょっとだけ違うというようなところになりますと。で、じゃあ何を基準にして選ぶのかっていう話なんだけれども、まあまず一つが行きたいと思える方です。つまりこれ両方は無理です。というのも、まあ理科はね、理科はまだいけると思うんだけど、その書けと言われるのか埋めろと言われてるのかとか意味が違ってくるんで、やっぱり両方の対策はね、これは無理だと思う。まあもちろんね、余裕で早慶受かるぜっていう人は、うん、じゃあもうちょっと頑張って東大行けよって話になるんで、まあちょっとね、どっちか片っぽに絞った方がいいと思う。で、この慶応だったら会話文やらないといけないとか、その穴埋めね、書けって言ってくるんですよね。これを対策しないといけないとか、非常にレベルが高いので、慶応の英語はね。なので、まあちょっとどうなのかなというところがあります。両方を同時にやるっていうのはちょっとしんどいかなと
思います。あとは配点の傾向ですね、慶応の方はやっぱり理科重視、早稲田も全部バランスよくっていう感じなんだけど、慶応は理科重視ですので、理科がきっちりできるよっていう人は慶応をまあ考えてみてもいいかもしれません。というような打算的なことを置いといて、まずは行きたいかどうか、俺は慶応ボーイになりたいんだと思うのか、いやいや早稲田で、まあ頑張っていきたいと思うのかっていうところで、変わってくるかなと思います。まあどっちもどっちかなっていう感じはするけど、両方併願はやめた方がいいかなと思います。まずしんどいしね、特にその早慶どっちでも行きたい、どっちでもいいから行きたいっていう人は、まずは絞って対策をした上で、一応まあ、早稲田がダメだった時のための慶応対策一応やっとくかぐらいな感じだったら、まあ両方受けてもいいけど、まあ滑り止めで早慶受けようっていう、東大京大受けようっていう練習は、まあ、どっちか片方に対策絞らないと、その東大京大対策があるんで、そっち中心なんでね。なので、まあどっちか絞った方がいいよというようなところでした。合格者最低点が低いので、問題やってみてむずいなと思っても他の連中も解けないということですね。他の受験生も解けてないということなので、ぜひですね、問題やってみて、その中で見てみてもらったらいいかなと思います。まあでもどっちか片方に絞ったらそんなに難しい、超難しいってことはないかなと思うんだよね。数学もこう証問を要求してくれてるし、両方ともまあ理科とかもね、いやまあ知識だけで答えられるんですけどみたいな、覚えたらいけるぞみたいなところもあるので、科学とかだと特にね、まあぜひ、やってみてもらえたらなと思います。はいでした。はい、ということで、まあ、結論から言うと、勉強がバランスよくできるよっていう人は早稲田、勉強か、じゃなく理科が特に得意だよっていう人は慶応をまず考えてみていただきたいと。で、英語は長文の速読力は要求されるんで、それができるよっていう人は早稲田、もうちょっとしっかり読みたいんだけれども、会話文だろうが記述だろうが書けるぜと、まあ、記述って言っても単語1個書けとかそのレベルですけど、そのレベルだけど、まあ、書けるぜという人は慶応で、数学はまあ記述が得意か穴埋めが得意かということで、まあ記述が得意だったら早稲田、理科はまあどっちも大差ないですけど、生物を使うぞっていう人はもう早稲田一択になるかなと思います。ぜひですね、まあこれを悩んでいただいて、最後は自分が行きたいと思える方に、行ってもらったらなと、どっちか絞って勉強しましょうというところでした。今回はこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。